どうも、タクノミバータケオです。今日もよろしくお願いします。今日は木曜日、第2回ハイボール選手権 in 愛田特集第4戦を行います。はい、愛田特集一回り今日で終わります。一回り目の最後ということで第4戦になります。先週までの結果こうなっております。どんな感じになってますか。なんとなく覚えてますけど、まあ、事前に勝敗表見ずに、先入観持たずにやるということで、僕は基本的には見てません。なんとなく覚えてますけど、まあ、まだね一回り目なんで、まあ、あんまりね優勝戦線には異常なしということで、今日の対決を迎えます。はい、ということで今日の対決はラガブーリン対ラフロイグ。もう決勝戦みたいな、ていうか毎週決勝戦みたいな組み合わせなんですけど、今日はもう大物対決ですね、2つの。はい、では早速ワンショットずつ作りたいと思います。はい、では1杯ずつ作りました。色合いはあんまり変わらないですけど、ラガブーリンのがちょっと濃いめかなって感じですね。はい、ではラガブーリンからいただきます。おお、うまい、最高ですね。ラガブーリンハイボール久しぶりに飲みました。これはうまいですね。余韻も長い、ハイボールになってもこのピート感たまりませんね。本当にこうフェノール35から40ぐらいらしいんですけど、本当にそんなもんなのかっていう感じがしますよね。もっとありそうな気がします。はい、ではラフロイグいただきます。ああ、こちらはこちらで保健室の匂いがいいですね。このヨード湖、ヨード湖が激しいのはやっぱりラフロイグですね。ラガブーリンは見事な PT さ、スモーキーさが効いてます。ラフロイグは一方、ラフロイグこちらもうヨード湖と、スモーキーさと PT さ相まって見事な保健室模様が浮かび上がります。はい、両方うまい。この2本はアイラ好きの方じゃないと飲めないと思います。ちょっとやっぱりカイラとかボーモアとかと違ってかなりピートの感じと、ヨードの感じと、スモーキーさと際立ってますんで、これはちょっとアイラ初心者、日本車には無理ですね。はい、っていうのがもうすぐ分かるぐらいがっつりしたアイラの味がするハイボールです。両方ともうわ、これはね決勝戦ですよ。本当にちょっともうザ・アイラっていう感じが2つ揃ったっていう感じの戦いです。今日はどっちもうまいな。これはまた今日も甲乙つけがたい。まあね、今日の僕の気分で行くしかないんでしょうけど、どちらとも美味しいですね。これはちょっと難しいですよ。今日の気分と言いましても、はい、一杯ずついただきました。ですね、飲んだ感じラガブーリンがこうガツンと、重たいものを胃にガンとくる感じなんですけど、
間のピートがガツンとくる感じです。それに比べてラフロイグは塩の香り、薬品酒、まあそんな感じですよねっていうのが、あのピートに乗って、こちらも同じく胃にガツンと来る、両方とも結構ヘビーなタイプの、アイラのお酒になります。まあ分かってたことですけど、この日本のハイボールで勝負をつけなくてはいけないというのは非常に難しいです。うん、どっちもね美味しくて、どっちも僕好きなんですよ。だからね、でも決めないといけないから決めます。はい、今日の気分で決めました。はい、では今日の勝ちは長風鈴の勝ちです。はい、今日はすいません、順当勝ちです。僕の好きな長風鈴、やっぱり王道ですね。めちゃめちゃ美味しかったです。久しぶりに長風鈴のハイボールを飲みましたけど、まあ普段ね、あんまりハイボールにはしないんで、長風鈴は。でもやっぱこれハイボールもいいですね。ただこれ両方に言えることですけど、食事にはちょっと合わせにくいかなという気はします。でも結構ラフロイグなんかね、牡蠣と合わせたり、生牡蠣と合わせたりとかいうのが美味しいっていうのを聞きますからね。この前ねちょっとやってみたんですけど、やっぱりあんまりこっちの九州の、まあ、スーパーで売ってる牡蠣だったんで、あんまり美味しくなかったですね。牡蠣自体が良くなかったのかもしれないですけど、まあちょっと話がそれましたが、今日はもうとにかく僕の好きな長風鈴のヘビーなパンチ、これにもう一発でやられました。ラフロイグも結構ヘビーだったんですけど、僕にとってみてはやっぱりフェノールチアね、ラフロイグの方が確か高いんですよね。でもフェノールチアがないですね、やっぱりピートの感じがガンガン来るこのラフロイグの勝ちに今日はさせてください。はい、ということで今日の勝敗を含めた勝敗表こうなりました。はい、これで一回り終わっております。来週から二回り目に入りますので、まあせっかく、アイラ特集やってるんで、来週からちょっとね僕も勉強しながら各蒸留所の、情報なんかも入れたら入れたいなと思っております。はい、まああんまりね専門家じゃないんでそんなに詳しいことは言えませんけど、まあ勉強しながら皆さんと一緒に勉強したいなと思っております。はい、ということで今日は長風鈴の勝ちでした。はい、宅飲みバー竹雄、毎日こうやっていろんなお酒で遊んでおります。いろんな企画をやったり、テイスティングみたいなことやったり、情報発信したり、いろんなことやっております。毎日やっております。お酒好きな方でチャンネル登録がまだだよっていう方、ぜひぜひチャンネル登録していただいて、お酒飲みながら一緒に見てください。よろしくお願いします。はい、では今日の宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。